黒森峰男です。トランプさんの弁護団が連邦司法省を相手に1億ドル約140億円の支払いを求める裁判を起こす予定です。2年前の8月の早朝、トランプさんの私邸であるフロリダ州のマー・ア・ラゴに武装して発砲許可を受けている FBI の一団が乗り込みました。トランプさんとその家族の暮らしている家に FBI が押し込んだのです。この強制捜査の後、特別検察官が任命され、検察官はトランプさんを37の重罪で訴えましたが、先月フロリダ南部連邦司法裁判所はこの特別検察官の任命自体が憲法と法律に違反しているとして、司法省の訴えを全面的に棄却しています。検察側はこれを不服として控訴しました。今回の訴えはこの強制捜査とそれに続く起訴がトランプ大統領の政治家としての活動をできなくするために行われた違法なものであり、その結果トランプさんには多くの悪い影響があり、弁護士費用だけでも22億円以上の支出を強制された。その損害の賠償と司法省の違法行為に対する懲罰的な意味で訴えるとしています。文書の持ち出しはオバマやバイデンも行っており、バイデンのガレージには政府の文書が山積みになっているのが確認されています。しかしバイデンには判断力の低下があるので、彼は罪には問えないとして免責されています。オバマやバイデンは OK なのに、トランプさんだけが FBI に強制捜査を受け37の重罪で起訴されているのは明らかに政治的な理由であるとしか思えません。トランプさんの弁護士はすでに司法省に対してこの訴えを予告しており、180日以内に司法省とトランプさんの間で和解が行われない場合は連邦裁判所で決着をつけることになります。トランプ大統領に捜査協力を要請すれば、そもそも武装 FBI が突入する必要はなかったんです。しかしそれではトランプ邸で重罪が行われているというインパクトを社会に与えることができませんので、トランプは悪い人間であるという印象を与えるために無理やり突入させたというのが今回の事件です。トランプさんの弁護士はこれは通常の捜査の手順から外れており、フロリダ州法により不法侵入に当たるとしています。黒森峰男でした。